はい、インディーズバンドロムさんのリーダーことボーカルのランです。ルームエイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ちょっとランさん食事終わってすぐの撮影なんで、はい、ゲップ出たらすみません、ちょっとカットすぎます、ね、ウェップってなってるかもしれないですけど喋れますよ、はい、はい、ということで、はい、今回なんですけども、はい、ちょっといよいよですね、うん、もう動画出てると思うんですけど、横浜のワンマンライブが近づいてきましたということで、はい、そうですね、なんしか俺ね忙しいんですよ、こちゃこちゃいろいろやることがあると。ちょっと最近ちょこちょこ YouTube 実はもう勝手に休んじゃってる時があって。あ、そうなんですか。動画抜けてる時があるんで。あらま、もうそれぐらい俺が忙しくて、うん、ライブのこともあるし、なんか別のこともあってね、うんうんうん、もうめちゃくちゃバタバタしてて、うん、なんで、まあなるべく動画出すようにしますけども、時々ちょっと休んだりとか、うん、でオールナイト関西がいつものように多分できないと、うん、いうことで、そうですねはい、もう時間的にちょっと、そう、いろんなことでもう、うん、難しいです。1ヶ月前っていうのはね、もう俺が一番こう吐きそうになる時期なんで、もろもろのことがね、そうそうそう、もろもろのことで、メンバーのあれも段取りもせなあかんし、なんか楽譜とかなんやなんや言われたらやらなあかんしとか、うん、まあ、そんなのもあって、うん、で動画が時々休むことになると思います。はい、はい、もうそれだけの動画なんですけども、そうですね、もういよいよなんで、はい、はい、なので私が仕事終わりに撮影をするということで、なんとかちょっと本数稼ごうかな、そうそうそう、これいつもだいたい昼からやるんですけど、今日土平日の夜にやってるんで、そうですね、ランさんがこれ仕事明けにまた仕事をするっていうね、そうでございます、そういう感じで働きますよ私って、こうやってやらんとね、まあ、なるべく出せるときは出そうかっていう、でもどうしてもしゃあないときはもう動画休みますっていう、まあ、一応そういうことになると思います。はい、で一応行けたらですね、2回目というかスタジオ、月末にスタジオ入る時があって、うん、でその時は、うん、晴れてたらちょっとメンバーみんなで飲み食いしてる姿を垂れ流しで生配信しようかなと思って、花見の時期も終わってるな、ピクニックやけど、ピクニックやけどもう花見とおに終わったんでまあその時期にそういう生配信もしようかなと。でオールナイト関西は多分もう僕の音声配信でどうにかすると思います。はい、僕家でもう喋るんで、はい、これが木曜日撮ってるんですけど、はい、明日もやるし、はい、次のオールナイト関西も一応定期的にやるっていうのは僕が多分生配信音声でやると思います。そういう形でちょっと4月はいろんな対応がぐちゃっとなると思うんで、はい、それは覚悟してくださいという、はい、ぐちゃっとね、うん、はい、あれなんで休んでんやろうって思われたあれやなと思って、そうですね、急にやる気なくしたんかこいつらそうなんですよね、まあ、そういうのを言われるとあれなんでね、まあそうですよね、定期的にやってるがゆえにちょっと心配されるっていうのがありますね。こうやって毎日コーチしてた時なんて1日抜けただけでどうしたんですかって来たもん。そうですよね病気みたいな、いや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 そうそう、だから言っとかないなって、前もって言うが言うがんかでね変わってくる、ね、まあまあそうですよね、あ、まあ、いやチケットの方もあとね多分10名ぐらいはいけると思うんで、はい、ちょっとこれが出てくれたらありがたいなと思いつつ、そうですね、まあでも無理をせずにということで、はい、無理してね、無理してまで来てもらっても私たちね、うん、変に気遣いますから、うん、はい、もう行ってやろうという近くの方とかね、まあ、横浜近辺の人がいれば買っていただければと思いますけども、たまたま暇やし行ったんか、うん、ぐらいな感じでね、しゃーないなーっていう人ね、はい、がいれば、はい、買っていただければと思いますけどもね、はい、まあ、そんな感じで、着々と4月は準備に進んでおります。僕ももう、うん、毎日夜は大変ですね。夜は大変、夜にこうやるからいろんなこと、あ、うん、さんね、夜行性ですもんね。夜行性なんですよ、はい、でも最近ちょっと暖かくなって早く起きれるようになったもう冬はダメだったんでね、もうほんまに冬はあかんのですよまあ冬眠ですよね、そうそうそういやだからコウさん普通にねなんか連絡するじゃないですか、大体この時間はみんな寝てるやろって2時とか3時とかに送ったら速攻で返事返ってくるって、ね、寝てんやろこの人か2時3時では寝てますよでもなんか最近ちょっと前とか1時とか2時に送ったらすぐキャッて返事返ってきたじゃないですか。うんうんうん、ね、うん、起きてる時とめっちゃ寝てる時と、あ、そうなんですね、いろいろやね、もうその時のその用事次第やな。はで、まあ、僕はあんまりね忙しそうにしないタイプなんで、うん、あんまり分からんのですけど、まあ最近忙しくて、うん、
まあいろいろね、やっぱりこう横浜まで行っていろいろやるっていうなるとやることも多くなるし、段取りね、この地元でやる時よりか日じゃないぐらいにやること多いですよね。たまにでも我に返る時あるんですよ。なんで俺こんなしんどいことやってんねやろと思ったまには我に返る時ちょっと待って、あの我に返る時になんでこんなことしてんやっていうことは、うん、通常は我に返っていない状態、返ってない状態ですそっちの方が多いんです普段ね、我に返ってないんですけど、はあ、なるほど。たまにこうヒュッとこう抜ける時があるんですよ、意識が。その時何やってんねやろ俺こんなにってなんか YouTube の編集 もうこんなになりながらやってる時あって、あ眠い眠いってなりながら YouTube 編集やって で、ね、でその編集してる時にやっぱりそういう編集の時ってコメントで あそこカットせんといてほしかったとかいろいろ入るんです。ああそやそやそやっていう時があんねん。はははははやっぱりあかんなと思って、ネムネムのまま編集したらダメやなと思って。いやでも人間ですしね、うん、そりゃしんどい時もありゃテンション上がる時もありますし、今今月はもう俺のもうすごく胃が痛くなる月ですから前の月ね、もう5月入ってしまったらやるしかあらへんわみたいな感じになりますけど、4月が一番もう1ヶ月前っていうのが一番な大変まああと心配もいっぱいあるし、ランさん大丈夫かなとか思って、いやランさんも大丈夫からし、まあ、うちのねでもバンドメンバーはそれなりに多分やってくると思うんで、うん、あんま心配ないんですよ彼らは。あの音楽でもう慣れてる人たちやから、まあまあそうですよね、うん、まあ、たまにそのちょこっとここはあれよねってあるけど、そんな大幅なあれはないんでね、うんうん、だからスタジオ練習もやっぱりこうスタジオの時もやっぱりリハーサルと同じような感じで僕はやりたいなと思ってるんで、うん、まあでもそうですよね、うん、結局なんか一個一個詰めるっていうか、とりあえず合わせてやってみてみたいな、ね、そうそうそう、合わせてから考えるところがある、うんうんうん、ボーカルがもうちょっとあれやから演奏落とそうかとか、うんうん、なんかそういうのとかね、うん、そういうのをスタジオで詰めるっていうのをやるんですけどね、うん、そんな感じでねバタバタしてますけど、まあこれからこれとまだスタジオ入る前に撮ってるんですけど、まあスタジオまた長々とやりまして、まあ、今週末ですもんね、何日か後にスタジオなんですけど、はい、長々と4時間ぐらいみんなでやってって感じですね、うんうん、そこで新しくやる曲をちょっとまずは練習してって感じ。オリジナルのね今までの曲はまあまあまあねっていうのがある、何度もやっとる、まあでもそれはとりあえずさて大きいな、新しくするやつを、そうそうそう、どこをどうしましょうみたいな感じですよね。うん、そういうのがいろいろあってライブって大変よねっていうああそうですよ、大変よね、ライブは大変ですよ、大変になったね、やっぱりこう YouTube やりだしてからはね、昔はそこまで考えることがあんまなかったから、まあまあそうですよね、なんかでも知らん人やしエカーで済んどってんけどほらなかったことにしようっていやでもまあでも実際そうじゃん、実際そうでした、まあ言ったかって1回しか会わへんにゃしっていう感じがあったんで、うん、今みたいなとこのやり方とかその活動スタイルがちゃうかったや、うん、まあまあそのなんていうんですかね、アウェーみたいなところに自分たちが行ってライブをしてっていう感じだったんで、そう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 、会場用意するっていうことがまずなかったじゃないですか、そう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 、ね、企画してそういうのね、そうなんですよ、今回はもう企画して用意してチケット持ってなんやかんやもうやりまくってのあれですから、あチケットもやっぱり心配になるしね、遠征の時は俺ほんまにだから大阪は楽やったんですけどね、その分、うん、遠征って、ね、収支がどうなるかっていうところがね、うん、まあええんですけど、別にええねんけども、やっぱりこううまくいった方がいいじゃないですかそりゃそうですよ、心配してもまあ死にゃせんねんけど、うん、うまくいった方がいいよねっていうのがあるから、まあ、そうですよ人間ね、うん、そうなんですよね、まあそれもあってちょっと YouTube を休んだりとかもちょこちょこは出てくると思います。4月は私もしんどい言うてられへんので、ちょっととりあえず一区切り終わったんで、大きなイベントがもう完全に集中できるとか思ってもうね4月の頭ちょっと東京出張行ってたような感じにバタバタしてたんで、もうこれが終わらんかったらもうなんかもう集中できるとか一人になって、東京どうでした、人多かった、やっぱりもう人外国の人がめっちゃ多い、あそうなんやすごかったっすよ東京、はあ本当になんか石投げたら外人当たるんちゃうかっていうぐらいほんまに外国の人多くて、日本人の方が探すの難しいぐらい、もう今だから観光のあれやもん、いやえぐいっすよ、しかも桜の時期だったんで私が行ったんが、
桜ってでも都会で見るより俺田舎で見た方が絶対見れるんすよ。俺あれですよ、あの田舎奈良に見に行きましたよ。あ、行きましたか。奈良にあの吉野、吉野じゃなくてあのあんねん、あの藤原京っていうのがあって、あ、なんか聞いたことあるよ。ほんまこの跡があんねん。そう言うたら都、奈良の平城京ってあれやんか。奈良の桜の方が絶対ゆっくり見て綺麗ですよね。すごかったよ、黄色い菜の花畑でブワーってあって、その周りに桜がドブワー咲いてて、あれ、ま、すごかったよ。であと高田の桜、高田川の桜、奈良の高田のね、はい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 、桜も見に、もう今年結構桜見に行った。私全然見てないですが、あのホテルの近所に小学校あったんで、そこの桜見て、あ、満開やなと思って終わりですよ。あとはね、あの堺の大泉緑地っていうのがあるね、はいはいはい、これ昔からちっちゃい頃から行ってた公園やねんけど、そこも桜がめちゃすごかった。へえ、スーパー満開ってか、量が多いから古い木が多くて、大きい木が多いからもうすごかった。うわ、あ、これすげえなと思いながら、もういろいろ僕は桜ぐらいは 見とこうと思って、それ終わってからもうだって地獄が待ってるから。そうや、今のうちにちょっともう休んどいて、ね、桜まで休んで、もう桜終わったら俺もう追い込みかけて死に物狂いで働かなあかんわと思って。もうでも私もなんか同じようなもんですよ、ほんまなんかもうとりあえず東京出張終わるまではちょっともうまあ、言ってちびちびやっといて、東京出張あったら横浜出張になるわけですからね、はい、横浜出張になるんですけど。でもなんか本当に集中できるなこれでと思って、うん、まあ、でも東京行って2日目でバチバチ風邪ひいたんですよ。ああ、それいかんね。そう、もう喉がなんかイガイガするなと思ったら、うんうんうん、もうそっからもうずっともう関西帰ってくるまで、うんうんうん、もう喉痛い、鼻声、鼻水止まらん、うん、ずーっと風邪。おらららら。で帰ってきて、ものの2日である程度治りました。あよっぽど東京のあれが合わんかったんかな思って。まあまあストレスとかあるしね、やっぱり合わんとこ行ったら体が悪くね、体調が悪い。まあでもホテル暮らしっていうのはあったんで、ホテルって基本空気悪いじゃん、埃が舞ってるからね、乾燥もすごいし、うん、っていうのがあったりしてね、まあ、そんな無駄話もいっぱいしましたけど、はいはい、もうただ単にその YouTube がちょっとお休みになるとかそういう話でございます。YouTube もね、ちょっとね、ちょっと僕なんか改革せんといかんなと最近思い出したんで、まあなんかちょっとマンネリ化してきてる、マンネリ化しそうになって僕自身がちょっと思うようになってきたんで、うん、はい、なんかちょっと面白いことを、まあ僕らのエピソードとかで面白いこともやっていきたいし、うん、アーティストのことももちろんやっていきたいんですけども、まあちょっといろいろ考えつつ、まあそれはライブ終わってから考えようかなと、うん、はい、とりあえずは、ね、目先の5月のライブを成功させること、もうこれですわ。失敗よりは成功の方がええから。そらそうっすわ。そらね、失敗しましたって言って、まあそれはそれネタになるけど、いや、まあやけどなんかあのちょっとなんか見に来てる人も嫌やん、なんか失敗したやつ見に行くのさ、うんうん、ね、心の傷にならないように。そうそう、心のみんなの心の傷にならないように、ならないように、はい、なんとか、はいはい、頑張ります。やりましょう。これから追い込みかけます、はい、ということで、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てや、ありがとうございます。我々ルームさん、横浜でワンマンライブをすることになりましたが、もうあと1ヶ月おうそうです、はい、ということで、はい、チケット若干枚数余っておりますので、ぜひぜひということと、はい、DVD の予約が5月9日、ライブは5月11日なんですけども、はい、そのライブの DVD を収録したものを後日、編集して発送するんですけども、はい、それの予約が5月9日までとなっております、はい、切羽詰まってまいりましたのでよろしくお願いします、はい、待ってます、はい、待ってますということで、we'll be right back.
明日行きますよ皆さん、はい。